ックジャパン CEO 戸村光。2013年日本の高校を卒業後シリコンバレーへ飛べ、シリコンバレーでインターンシップを簡単に見つけられるシリバレシップを開発し、ハックジャパンを創業。国内外スタートアップ企業や投資家を評価するサービスデータベース IO や、業界のプロと簡単にワンオンワンができるマッチングサービス CXO モンスターを提供している。フォーブスオフィシャルコラムニスト、松竹芸能に所属する経済文化人として活動し、エンジェル投資家としても50社以上に投資を行う。シリコンバレーの原点回帰をしようかなと思って、まあお世話になった場所とか、創業期、大学時代、すごい貧乏な思いした場所とか、そういうのを回っていこうと思います。まずはどこに行くんですか？まずは学生時代、お金がない時によく行ってたハンバーガー屋さんです。イン&アウト、カリフォルニアにしかないハンバーガー屋さんですね。イン&アウト、もうハンバーガー屋さんのアルバイト時給3000円になっている状態でございます。そんなハンバーガー屋さん、行ってらっしゃい。ホリエモン。はい、ということでここがIn & Out Burger、 カリフォルニア一番人気のハンバーガー屋さんですね。無添加の天然由来のハンバーガーということで、ほな行ってみよう。何頼むんですか？ハンバーガーです。あー、グー。Can I get the double double? Of course. I need to, okay? 25. Enjoy. Yeah, thank you.めっちゃ来た。めっちゃ来たね。なんでこんな感じ？インアンドアウトは一番売りにしてるのはアニマルソース。26, please. 26. はい。このアニマルソースがうまいっすよ。昔はね、これをね、1日かけて3等分にして食ってたわ。いただきます。うまい。まあ続いてはですね、ちょっと母校に近いんで行ってもらおうと思います。ナンパスポットかもしれません。全米最大で最も美しいカレッジとして賞を取ったこともある、そんなカレッジでございます。すごい。なんていうのよ。それはちょっとな、あの非公開なんですけど、フットヒルカレッジってやつです。この道は30分かけて、毎朝、これ山の上なんですけど、チャリ乗って3、40分かけて立ち漕ぎで来てました。本当ね、車ないとシリコンバレーは地獄なんですよ。ようやくロードバイクをね、友達から2000ドル、20万円で買い取ったら、次の日パクられる。タイヤだけ残ってて。で、当時働いてた会社の社長にそれ言ったら、まあ、チャリくれたんですよ。10万ぐらいするやつ。次の日パクられるって。アメリカでチャリはね、パクられるんですよ。これも大学のエリア、僕の母校に入ったんですけど、18歳の時に、まあ、初日にね、SF をサンフランシスコ行きの空港チケット1枚買って、で、バン乗ってきた場所がここですよ。ど田舎みたいな。シリコンバレーって都会じゃないの？こんな田舎なの？騙されたって思って。そんな気持ちです。昔ね、戦前、日本人がカリフォルニア行ったらお金持ちになれるって言って、整ってなかったのと一緒で、騙されたって思ったんです。まあ、なんで多くのアメリカ人がコミカレからスタートするかというと、まあ、コミカレって安いんですよ。州立なんで。で、授業料浮く。スタンフォード1年目から行ったら1000万円やけど、コミカレでアメリカ人やったら50万とかで行けるわけですよ。っていう授業料浮くのが一つと、まあ、18の頃から学力的に足りてなくて、この2年間で勉強して、
逆転満塁ホームランを狙うってこともできるんですよ、はい、そういう2つの理由があるんで、まあ、留学生の9割はポミカレーからのスタートですよね。であの右に見えるラボがビル・ゲイツとかが投資してくれて常に最新のパソコンが置いている。アメリカの人は PC 買う必要ないね、そういうので無料で使えるから。ここはロスアルトヒルズって言って、まあ、山の上に家がいっぱいあるんですけど、もうシリコンバレーで大成功を収めた人がここで買うみたいな家を、ヘリコプター付きの湖付きのみたいな、そんな場所でございます。でもいい場所っすね本当に。300日海水やから。ここロスアルトヒルズでシリコンバレーでトップクラスで高いエリアやから、こんなだから金持ちの息子娘とかよくいますよ。んでお前の父ちゃんとこでインターンさせてよみたいな感じでね決まっていくわけですよ。インターナショナルスチューデント、留学生向けのオフィスでございます。留学生が困った時はここに来てなんか話すんだ。高校に新入生を紹介するとキャッシュバックもらえるんですよ。アメリカの大学はもうビジネスなんでね。The US right now. Ah, okay. Where she is calling? She's on a recruitment trip. I'm not sure which. 今探された方はどなたですか？まあ僕がお金が初日なくてホテルも家も決まってない時にスーツケースを預けてここに面倒見てくれた人で、初日に僕はここにたどり着いてここで留学生と出会って、お願いだから泊めてくださいって言って。あの家を見つけていただきましたね。もっぺん大学生したいな。お金なかったから全然集中できなかったけど、やり直したいな。ほんまにこの10年何やっとったやん。ようやく目が覚めたよ。アメリカの大学は85点以上取らないと単位落とされるんですよ。で、12単位取れないと強制送還って脅されて毎日悪夢を見るんですよ。やばい、試験前日何もやってないっていう悪夢を見るんですよ。Oh, yeah. Nice. Hi. Hello. Are you a foothill student? Yeah. Nova is.I am staff actually. Wow, okay. I'm an alumni. Nah, me too. Yeah? I graduated 2015. Wonderful. Yeah. What did you study? Political science. That's good. I'm kind of, I am still a student, but like I'm doing student employment, so it's like only 19 hours a week. It's pretty, it's pretty chill. I love this shirt too. Oh, this one. Yeah. San Leo, right? Yeah, I love Hello Kitty. Let me show you.See, wow. I got the Hello Kitty. Wow, Hello Kitty. Yeah. It's not too hot. Thank you. Yeah. See you soon. Bye, See guys. You. Take care. You too. Let me know if I can help something. Okay. Yeah. Thank you. Yeah.まあ、あの卒業生で、はい、いや僕も卒業生なんですって言って、卒業生で貢献できしたいから母校にここで働いてますって、あじゃあ僕にもなんかお手伝いできることあったら教えてくださいねっていう、そういう素晴らしい会話なわけです。ナンパとかそういうそういうもんじゃない。はい、ここはですね、図書館とか、死ぬほどここで勉強した。英語のアドバンテージがあって、はい、日本から来てアドバンテージがでかいと、なんかくれと、そのこのアドバンテージを埋めるやつを、はい、たらこの手のひらサイズの紙1枚に、まあ、カンニングじゃないけどその、はい、メモ書きしてきていいよ、はい、あ手のひらサイズ、お手のひらサイズありがとうございますって言って、こんなちっこい字でわーって全部書いて満点取ったことあります。まあでもね、ルール以内ですからね。そうそう
そういった交渉するのも交渉するのもアメリカです。なるほど。ああ重要。伊藤さんおらんくなったと思ったらナンパしとんがな。がっつり座っとる。やっぱ自由やねアメリカね。こうでないと。サンドヒルロードです。でサンドヒルロードっていうのはセコイアキャピタルとかアンドリーセン、まあインスタとかフェイスブックとかグーグルに初期投資をした大物 VC たちが立ち並ぶ場所。もうそこにあのオフィスを構えて VC やってるともう大物っす。でその集合地シリコンバレーの起源、アメリカの2分の1のお金が潜んでいる、そんな場所に行ってらっしゃい。ここがセコイアキャピタル、 Facebook、Google、Apple 初期投資した世界最大のベンチャーキャピタルでございます。アメリカの2分の1のお金、世界の4分の1のお金はここに集まっているとされているサンドヒルロード。ようこそローズウッドサンドヒルロード。まあサンドヒル、シリコンバレーメッカの唯一のホテルで一泊20万ぐらいやね。シリコンバレーの VC 投資家とミーティングしたい金持ちが住むホテル、泊まるホテル。はい、こんな感じでベイエリアを一望できる。プールもねついてるんよ。でもう右側の建物がアンドリーセン、インスタグラムに初期投資して大成功した VC ですね、はい、ここが、まあ、シリコンバレーの投資家たちが集まる。で、ここは有名な逸話があって、ロシア人の女性が大量に夜になったら発生するんですよ。なんでかというと風俗嬢を装ってここで VC とかお金持ちの起業家に寄り添ってくるっていう、風俗嬢を装ったスパイがここに結構いるというので有名。次はゴールデンゲートブリッジ。ただの観光やんけ。例えば渋谷に住むあなたが友達が来るたびにハチ公行きますかって話。よし、片道8ドルです。ナンバープレートがカメラで自動で撮影されて、ナンバープレートの車が持ってる所有者の住所に切符が送られてきます。ゴールデンゲートブリッジだぜ。サンフランシスコゴールデンゲートブリッジにやってまいりました。これね、サンフランシスコはもうだいたい霧なんですよね。こういう風に綺麗に橋が見えるのも珍しい。今日はついてますね。で、だいたいこれ赤じゃないですか。はい。赤なのになんでじゃあゴールデンゲートブリッジ、金みたいな名前ついてるかというと、まあ、1800年後半とかにここで金がたくさん取れたんですよ。でみんな金を運ぶための橋として作られたわけですね。だからもう金の猛者たちがここに集まって、その DNA がそのシリコンバレーを作ったともされていて、金を掘るために破れないジーンズを作ったのがリーバイス、金を運ぶために鉄道を作ったのがスタンフォード、金をお金に換えるために作った銀行がウェルズファームということで、ビジネスにおいて重要なのはその金持ち、伸びてる市場の真横からお金を取りに行くツルハシ産業だということでございます。そんな大事なことを教えてくれるゴールデンゲートブリッジ、いってらっしゃい。あそこに見えるのがアルカトラズ、脱獄不可とされている収容所です。ワンピースでいうインペリダウン、
マゼランがインペルダウン。あ、インペルダウン。そう。で、なんで泳げそうやん。近いし。はい、なんで脱獄不可かというと、冷たすぎて死ぬんすよ。うん、でも過去で、一人脱獄したやつがいる。そう。それはあの、金字機の式。金字式の式。やっぱ来るたびに思います、ちょっと原点回帰っていうか。まあもちろん、うん、こんなままではいけないと思いますよ、うん、18歳の時に淡い期待を持ってきた自分が今を見たら泣きますよ。ここを見るたびに旗立てないとって思いますよ。ここはですね、もともと第二次世界大戦中に大砲が設置されてたんですよ。ゼロ戦を落とすための場所やったんです。日本からアメリカ攻めるときに必ずやってくるんですよ、この西海岸で。でゼロ戦を落とすための軍用施設として残ってるんですよ。ほんまか知らんけど、誰か言ってた。めっちゃ晴れとうやん。めっちゃ晴れた。めっちゃ晴れた。原点回帰。サンフランシスコのフィッシャーマンズアーフ来てます。これが有名なね、カニのマークで、まあ、海鮮とかが、まあ、売りにしてるんですけど、クラムチャウダーが売りです。で、まあ、僕の持論なんですけど、あの取り柄がない町は大体売りがクラムチャウダー。はい、なんでここに来たかというと、これを見せたかったんです。どうぞ。チャーリーとチョコレート工場がモチーフになった場所と言われてます。これチョコレート作って、チョコレート食べれる。へぇ、チョコレート嫌いやからあんま興味ないねんけど。でもね、アメリカ来たらね、はい、チョコレート、まあお土産に買っていくか。ここがあの、まあ、サンフランシスコって有名じゃないですか、はい、あのこのチンチン電車、はい、ここが出発。みんな見て。子供がなんだあの人って目線で見てます。ゴールドラッシュ。お金持ちになれるかな。これあげる。まあさすがチョコレート会社が作ったパフェスな、うん、戻りましょうか。はい、ここがプラグアンドプレイなんですけど、昔ここであの某スタートアップのオフィスがほぼともこにあって寝泊まりして、ほんとこういう下で寝てました。この硬さめっちゃ硬い。はい、ま、あのシャワールームとかもあってあの余裕で泊まれると、ま、僕がねこのオフィスに泊まってはいけないっていうルールを一つ作ってしまった、そんなオフィスでございました。ありがとうございます。
こはあのシリコンバレーって大体9時に終わるんですよお店が、うん、みんなだから仕事集中できるんですよ、ね、家族の時間を大切にここだけ2時まで空いてる酒も2時まで出るこのヤンニャムチキンが世界一うまい韓国のあらゆるヤンニャムチキン行ったよ新大久保も鶴橋もここが一番ほなちょっと一口いただきますうまいめっちゃうまそうこのコチュジャンがうまいうまそうこれちょっと待ってこの味噌がうまいよ味噌韓国味噌知らんけど韓国味噌かどうかノルフチマーさながらはノルソロヘキエフエウォキエチョワトギウマカジョガラクロチョロチョマモマチョマモマネ